こんにちは親の力です算数の勉強では計算力と数学的思考力この2つが大事ですね。この2つはですね車の両輪のようなものでありましてどちらも共に大事です。計算力しか鍛えない勉強は偏ってますよね。算数の力を総合的に伸ばすには不十分です。同じようにね 思考力のみを重視して計算力を軽視する。そういったのもちょっと偏ってますよね。そしてね、計算練習をたくさんすると思考力がなくなるということもありませんのでね。むしろ計算力は思考力を補うものですよね。計算が素早く的確にできることで、思考がより円滑に行われるようになるわけです。でですね。計算力をつけるにはですね。反復練習が必要ですよね。 その際は子供が飽きないように楽しく反復練習できるように工夫してあげてほしいですね。例えば時間を測って記録して新記録が出たら大いに褒めるとかね。これ非常に効果があります。計算のね反復練習にはこうスポーツのトレーニングと似たような要素がありましてね。子供たちはね新記録に挑戦することが大好きなんですね。そしてね頑張って練習すればできるようになる。 ね、自分は頑張ることができるんだ目標を達成できるんだということをね身をもって学ぶことができるんですね。親御さんにとってもねこの褒める材料ができて毎日褒めることができるんですね。子供はね自己肯定感を持つことができますし褒めてくれる親の愛情をね実感することもできるわけです。ねあのー、それとですね目先を変えて飽きさせないようにするためにはですね あの電子機器学習ソフトとかね。アプリこういったものでね。反復練習するのも効果がありますよね。そしてね、数学的思考力をつける方法としてはよくね。文章問題を解くことが推奨されていますよね。私もその通りだと思うんです。ただしですね。 掛け算の単元の時には掛け算の文章問題しか出さないとかね割り算の単元の時には割り算の文章問題しか出さないとそういうようなやり方ではね学校や塾の授業とかテストでもねあるいはこう普通の市販の問題集や通信教材の教材でもね割とこういうやり方が多いんですね。これだとね子どもたちは今は掛け算の単元だから掛け算の式でいいんだな っっっててていいいいうにね、ね。分かかちゃってるんんで、でで考考えななくていいんです、ね、思考力もつかないわけですね。本当に力をつけるにはね掛け算の単元でもね足し算や引き算や割り算などの文章問題が出たりするように教材を作った方がいいと思うんですよね。これはどういう式で解くのか何算なのかって考えることが一番大事なポイントなんですからね。 それとですね、数学的思考力をつけるためにですね文章問題と並んでもう一つ非常に効果があるのがパズルですね算数パズルと言われるものですね算数数学パズルこれを解くためにはですね自分の頭と手を使ってね試行錯誤しながら考える必要があります。仮説をを立てたたたたたりりりり、り、ね、ね、ね、計算ししし、ね、単純な要要素素に分解したり、ね、要素を移動したり組み替えたり 別の角度から見ててみたり、ね、論理的に詰めて考えたりしますこういうね試行錯誤が数学的思考力をね鍛えてくれるわけですね。もちろんパズルですからね遊びなんですね。算数数学パズルっていうのは数とか図形とか論理などの問題をね遊びとして解くものなんですね。でもパズルだから遊びだからという パズルだから遊びということになってるだけでね、扱ってる問題内容はね、本質的にはね、算数や数学の問題内容と変わりはないんですね。ですからね、数図形論理の問題を解く力をパズルで鍛えることはね、算数の力を上げることに直結するんですね。算数とはね、数図形論理の問題を勉強として解くということに過ぎないんですね。結局やっていることの中身はね、同じなんですね。遊びとして解くか。 勉強として特化ですね。ということでね、次の三つに心がけてください。楽しい反復練習によって計算力を鍛える。二つ目ね、いろいろな種類の問題が混じった文章問題で思考力を鍛える。で三つ目ね、算数、数学、パズルで思考力を鍛える。こういったことでね、算数、数学の能力をね、総合的に上げていくってことが大事だと思いますね。えー、ということで、今日もご清聴ありがとうございました。 今日も一日明るく楽しく幸せにお過ごしください。